おばねがすさんちゃんです。今日はですね、とめの言葉使って、とめの言葉をね、紹介していきたいと思います。実はですね、おいはあの、朝ドラでね、毎日テレビでやってる、おかえりモネっていうですね、ドラマあるんですけど、まあ、そいつのですね、ボケ地の場所である、とめ市ってところのですね、出身なんですね。高校の卒業の18まで住んでて、で、そっから東京でできて、で、まあ、カナダにね、留学したりとかってしたんですけども、こういうな言葉は全然喋れるんですね。まあ、おばあちゃん子だったっていうのがあるんですけど、まあ、ね、友達とかにね、家族と電話してんのを見られるとね、よくそういうな言葉喋れるねって、何話してんのしたって言われるんですけど、まあね、こいつ普通だからね、意外と全然話せるんで、まあ、ネイティブなんでね、面白おかしくですね、今日は登米市のご紹介っていうのを、この言葉で、皆さんに伝えてみたいと思います。本日の内容なんですけども、こういうな感じになってます。3つですね、いつものね、山のね、紹介と同じように3つお話しして、どういうなとこなのかっていうのをですね、皆さんにね、登米市の魅力、お伝えできればと、考えてますんで、ぜひね、最後までね、見てってくださいね。まずね、登米市のいいとこと言ったら、自然。自然ってね、何したってとこなんだけど、まあ、おかえりモネにも出てっけどね、木ね、いっぱい入れるような山あったりとか、あとはね、いっぱい美味しい米作る、そのね、田んぼ。ラーズもね、広いんだでば。でね、どんぐらい広いかっていう、言うとね、登米市って東京23区よりちょっとちっちゃくしたグレーなのね。で、いきなり広いんだっちゃ。ちっちゃい頃、チャリンコねくてさ、友達の家さね、行くのに走っていくみたいなのあったんだけども、やっぱ30分ね、かかってもね、田んぼ脱ぎきんねんだっちゃ。本当にね、伊豆まで田んぼあんのって。もうね、しゃーましたね。だけども、そのね、田んぼのおかげで、美味しいご飯食って、まあ、こういうなね、日本100名山全部登るとかね、そういうなこともできたわけだから。いや、大自然っていうのはね、すごいいいとこだよ。うん。んでね、山に関してはね、沖縄倉山っていうね、山がね、東の方にね、ちょっとだけあんだっちゃ、そのね、500メーターぐらいだけどもね、結構ね、いい山だよ。海とか見えっから、結構楽しいと思う。で、2個目なんですけど、ご飯美味しいんですよ。ね、お米、野菜、肉ね。三つね。もう何でもうまい。海のものはね、南三陸とかね、気仙沼さ行けば、いくらでもあるんだけども、本当にね、やっぱりお米はね、いつも美味しい。うん。今でも食べれる。うちのね、お母さんとお父さんね、お米送ってくれて、未だに食べれる。一目惚れと、あと、笹錦式ね。やっぱりうまいんだよね。登米市ってね、すごい、ご飯美味しいとこだから、東京さ、出てきてもね、登米市のね、美味しいご飯超えるね、ご飯なんてね、なかなかね、ねえんだでば。だからね、自分のね、家さ、帰るの、本当に楽しみ、毎回。だって、もう、何でも食えるもん。おばあちゃん作ってくれるハート汁だもんね。あと、なんか、こう、北の方さ、行くとね、油麩丼とか、そういうのもあってね。うめんだっちゃ、あとね、北上川のうなぎもいい。こいつもね、なかなか美味しいからね、食べてきらん。三つ目にね、文化ってとこなんだけども、まあね、お祭りとかね、あるわけなんだ。で、能とかね、あとはね、神楽とかっていうのがね、あってね、未だにやってんのよ。まあ、コロナでね、なかなかね、こういったことできなくなってきたんだけども、まあね、一応ね、コロナもね、登米市の人かがんだよ。田舎だけどもね、かがんだでば。まあね、そういうようなね、こともね、みんなね、やっぱね、昔ね、登米市大変だったの、その洪水とかね、北上がね、もういつもこう、氾濫するから、まあそういうのね、祈り、捧げるためにね、何も起きねえようにって、こう、家族ね、大事にしようって言って、そういうことね、始めたわけですよ。そういうなね、こともあります。あとね、有名人で言うとね、石ノ森章太郎って人います。仮面ライダーのね、作者なんですね。で、そのね、石ノ森章太郎記念館、もう、登米市の人はね、誰でもね、聞いたことあるような、そういうなね、どこもあります。おいちっちゃい頃はね、よくね、チャチャワールド、石越のチャチャワールドさ行ったっけ？もうほんとね、そこさ行ってね、遊んでたよ、ほんとに。俺もね、東京さ出てきたけども、やっぱふるさとのことはね、未だに忘れられねえ。登米の人なんだっちゃ。でもね、一つね、許せないこと。NHK の人、なんで応援呼んでくんなかったの？こんなね、目のね、言葉喋れる人、なかなかいないよってね、よく言われるんで。ナゲットもね、今までね、東京させてきた時に、鹿児島市の社って言われた時に、こう、仙台ですって言ってたんですよ。今度からはね、登米の出身ですって。語ることできっから、本当にね、そこは嬉しいんだっちゃ。そこはね、やっぱこの、いいとこなのかな、思ってるんで、ぜひともね、皆さんこれからもお帰りもね、見ていただけると、いいかなと思いますんで、といったところでいかがだったでしょうか。ちょっとですね、おたずもっこをやってみました。普段はですね、登山のことについて、標準語でお話ししておりますので、ぜひともですね、この動画良かったなと思いましたら、チャンネル登録、グッドボタン、SNS でのシェア、よろしくお願いいたします。もしですけど、登米市のこと気になった方はですね、ホームページ見てみていただいたりとか、引き続きお買い物ですね、見ていただけるととっても嬉しいです。本日はありがとうございました。お気をつけて、いってらっしゃいください。